自分で団体を立ち上げました。令和新選組という名前です。この国で一番偉いの誰？皆さんなんですよ。本当に自信奪われてるだけですよ。自分は生きてていいのかって、生きててくれよ。死にたくなるような世の中やめたいんですよ。生きててよかったって思える社会にしようよ。だったらそれができるのが政治ですよ。ウィアー令和新選組。さようなら。さようなら。任せてください。危ないですから頑張って。皆さん頑張って。すいません、移動します。消費税上げるつもりだったけれども、経済状況や人々の生活を見ればとてもじゃないけど消費税は上げるどころじゃないと。今は減税以外ないじゃないかって私野党に言ってほしいんですよ。救ってほしいんですよ人々を。これまでずっと頑張ってきた、でもこっからさらに頑張れっていうのかって無理ですよ。頑張るべきはあなたじゃない、頑張るべきは政治なんだってことだと思いません？派遣もクビになって住まいも失って路上に出た人いっぱい会いましたよ。この1年で20代から80代までいましたよ。25年のデフレ、そこから脱却できず社会が壊された後にこの国に生きる一人一人から自信を奪っていった。なんとかこれを守ろう、今を守ろうとして会社に使い潰され、仕事に潰され、心を病んで社会復帰も難しくなった人たちもいますよ。何なんだこの地獄、誰が作ったんだよ。政治ですよ。この政治は変えられる。この国のオーナーはあなただから、あなたがこの国で困っている人たちを助けられる主役なんですよ。力貸してほしい、その力を集めたい、その先頭に立ちたい、そう思って旗揚げしたのが令和新選組です。生半可な気持ちで政治なんて言ってない。黙ってられなくなったんですよ。クソみたいな自分でもクソみたいな社会をそのまま放置しとくこと許せなかったんですよ。お忙しいところお集まりいただきありがとうございます。令和新選組代表の山本太郎です。私山本太郎は衆議院議員を辞職いたします。参議院選挙に出馬いたします。令和新選組代表の山本太郎、6月22日から始まる参議院選挙、選挙区どこになるかってことなんですけど、東京です。東京から出ます。2021年の10月に参議院選挙が行われて、私は令和新選組の党の議席をいただきました。そこから半年でバッジを外すということに対してご批判もあると思います。でこの批判に対してご納得いただけない方にはお詫びを申し上げるしかない。一方でこれはバッジを外すしかなかったんだと私は申し上げたいんです。理由は何か2つあります。1点は衆議院の中では完全に言論弾圧、言論封殺が行われているってこと。今年2月に行われた予算委員会、15分の質問時間を自民公明によって奪われました、潰されました。そのような状況で国会の中で抗っていくということはかなり厳しい状況です。しかもこの参議院選挙が終わった後に選挙がないという期間が3年間続きます。当然権力暴走しますよ。この30年やられてきたことを思い出してみてくださいよ。経済衰退し続けたんですよ。人間を物のように扱えるような労働環境の破壊、それによって企業側のコストを徹底的に削ってきた。その一方で彼ら、その企業側が、資本家側が抱えるコストの一つの法人税、これ下がり続けてますよ。どうして下がるんですか？下がるたびに消費税上がり続けてるからですよね。みんなのためだって言いながら、社会保障のためだって言いながら、老後のためだって言いながら、結局みんなから絞り取ったお金は一部の者たちを超えさせるために穴埋めに使い続けてきた。人々への裏切り、この30年間で様々なことが行われてるんですよ。この国の将来のことなんて微塵にも考えてないですよ。目の前の金だけ、目の前のバッジだけ、自分のポジションだけ、それを考えた時に自分は議員バッジつけたままあぐらかけるかって言ったら無理ですよ。外すに決まってる。で、この選挙に出るに決まってる。党勢拡大してガチで言論でしばきに行きますよ、少年の腐った奴らを。そのために選挙に挑むんですよ。
私山本太郎、ここ東京から立候補しています。どうか皆さんには1枚目の投票用紙には山本太郎とお書きいただきたい。そのために今日はここ多摩までやってまいりました。木村英子さん、ありがとうございます。れいわ新選組が旗揚げしたのが2019年、そこで初めて誕生したのが2人の議員、1人が重度障害者の木村英子でした。国会議員になる前からですね、この多摩で障害者の自立というものをですね、次々に実現してきた人です。国会議員になる前から国会議員が実際に行うような行政交渉などをし続けて、それまではバリアの中にいた、障害持ってるんだったらお前ずっと家いとけよ、施設いとけよという空気を壊していった第一人者なんですね。その方が国会に行けたというのは本当に皆さんのおかげです。国会を変えた、参議院を変えた、その人が今も、参議院議員としてやってくれています。木村英子さん、ありがとうございます。どうか1枚目の東京にお住まいの皆さんには1枚目の投票用紙は山本太郎とお書きいただき、2枚目の投票用紙、山本太郎並みに、いやそれ以上に国会の空気を読まずリズムに合わせない、そうです、ならぬものはならぬと地べたを這いつくばってでも抵抗を続けてくれるような、あなたのために仕事をする人を1人でも多く送っていただくためには、2枚目の投票用紙どうかひらがな3文字で令和とお書きください。よろしくお願いいたします。さあ、それでは山本太郎および令和新選組、一体何をやりたいのか、そのことをお話ししていきたいと思います。景気良くしたいんですよ。景気を良くしたい。いや、景気悪いままでいいんじゃないの、そう思われる方はどれぐらいいらっしゃいますか。景気が悪い方が俺は都合がいいんだって方いらっしゃいますか。ほぼいらっしゃらない。そらそうです。景気あまりにも長い間悪いんですね。どれぐらい長い間景気が悪いか、25年間なんですよ。25年間景気が悪い国、それって先進国でどれぐらいの国が景気悪いんでしょう。日本だけなんです。どの国も成長してて、どの国も賃金上がり続けてんですね。この25年間成長ほぼせず賃金下がりっぱなし、それはこの日本だけなんです。つまりその原因はどこにあるかっつったら、日本人が頑張らない、そういうことはございません。日本の政治が頑張っていない、間抜けな、さまざまな政策を重ね続け、この国を貧しくしてしまった、この政治、これは変えるしかないですよね。そのチャンスが選挙であると。どうかこの参議院選挙、多くの方々に足を運んでいただきたい。毎日が投票日でございます。期日前投票も始まっております。1枚目の投票用紙には東京から山本太郎を、2枚目の投票用紙ではどうか比例でひらがな3文字令和とお書きください。景気を良くしたい、先ほどそう申しました。25年間不況、その中にコロナがやってきて、そして戦争の影響も合わさり、今物価上昇止まりません。この物価上昇、皆さんにとって影響あるものですか、ないものですか。例えば去年の4月と今年の4月、物価で比べてみると電気代だけでもこれ 21% ぐらい上がっちゃってんです。これ都市ガスだけでも 23%、 もちろんさまざまなもの値上がりしてますよ。生鮮魚介 12%、 さまざまなものが輸入物価が上がってっちゃってる。上がった物価を下げるしかないんですよ。上がった物価を下げるにはどのような力が必要ですか。民間の努力、個人の努力、そんなものは無理です。そんなことができるならば25年の不況なんてそもそもやってきていません。ここでやれるのは政治の力。一番わかりやすい上がった物価を下げる方法は、それ消費税を減税するってこと、絶対必要なんですね。けれども今の政治、消費税減税することすら考えてないそうです。自民党、公明党は皆さんの生活よく分かってないようですね。何言ってるんですか、物価がちょっと上がったぐらいで苦しいわけ、そんなわけないでしょう。まさかそんな感覚でやられたら困りますよね。分かりました、じゃあやりますからってことで、例えばですけど今上がっている食料品の価格、エネルギーの価格、ここに対応しますってことで先日政府が発表しました。皆さんに2000円のポイントを差し上げましょう。嬉しいですね。たった2000円で一体何しろって言うんですか。そしてその翌月からは、これは節電をしてくれた人には特別ですよ。最高でだいたい80円ぐらい割引しちゃおうかなみたいな、
いい加減にしろなんですよ。子供のお小遣いでももっともらえるわって。今やらなきゃいけないことは大胆な値下げなんですよ。大胆な上がった物価を下げるということ。消費税減税でもやらなきゃいけないところをそれをやらないっていうのは、もうすでにこれ国じゃないです、鬼、鬼です。やらせてください、鬼退治。この令和新選組にその先頭に立たせていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。消費税減税は絶対に必要、そう言いました。でもこれじゃ足りてないんです。この上がっている物価に対して下げる効果はあったとしても、それ以上のものはなかなか手に入れられない。今やらなきゃいけないことは25年不況であったこと、そしてコロナがやってきて国はそこに本気にならなかったこと、それによってさらに社会は壊れました。コロナが来る前にこの社会がどれぐらい壊れていたのか簡単に説明します。例えばですけど、厚生労働省の調べでは、生活が苦しいと言われている方々は全世帯の 54.4%、 母子世帯でも 86% が生活が苦しいという状況。これコロナが来る前ですよ。そこにコロナまで来たんですよ。そして物価上昇ですよ。だったらどうする？減税だけじゃ間に合いません。つまりは消費税は廃止にさせていただきたいんです。どうか私たち令和新選組にその先頭に立たせていただきたい。消費税廃止とか言い出しました、この人たち。無理に決まってるじゃないですか。もう30年以上もそれ払ってるんだから。そう思われた方、もうちょっと聞いてほしい。だいたい消費税やめるって言うけど、その時に社会保障はどうなるんですか。多くの方々そういう疑問を持たれたかもしれません。ご安心ください。今この国で消費税がなくなったとしても、あなたの社会保障に与える影響はほとんどありません。どうしてほとんどないって言えるんですか。だってみんなから絞り取ってる消費税はその中の一部しか社会保障に流れてないんですよ。もともとちょっとしか使ってないものがなくなったとしたって、そんなものちょっと補填すりゃ話は終わることで、消費税がなくなったとしても皆さんの社会保障には大きな影響はない、これは断言できる。じゃあちょっと待ってよ、消費税って一体何のために取られてんの。その説明を簡単にいたしたいと思います。ここ東京から立候補している山本太郎と申します。1枚目の投票用紙は山本太郎とお書きください。消費税何のために取られてるんでしょうか。だってみんなの社会保障、ここには消費税収の一部しか流れてないわけでしょ。じゃあその多くは一体何のために消費税を取っているんでしょうか。答えはシンプル、金持ちに減税、大企業に減税、その穴埋めとして消費税でございます。そんなわけないでしょう。そう思われる方、モニターもうちょっともらえますか。音すいません、音声さん、モニターもうちょっとください。すいません、自分の声ちゃんと聞かないとでかい声出しすぎて声が枯れちゃうんですよ。なのでイヤホンつけてます。どっかから指令が来るんじゃないかみたいな話してるんですけど、そんなややこしいことするかいな、めんどくさい。はい、すいません、自分の声を聞かないと絶叫演説になってしまうので、このようなイヤホンをつけております。話戻ります。大企業に減税、金持ちに減税、その穴埋めとして消費税、これが消費税の正体です。始まったのはいつ。1989年 3% でスタートした。もし山本の話が疑わしいと思うなら、消費税が始まる前の議論をご覧ください。直感比率の是正、直感って何ですか。直接税、間接税、その比率の是正、つまりは直接税、金持ちに減税、大企業に減税、その穴埋めに間接税、消費税が入ってくるわけですね。もう最初から立て付けから消費税はそのような形をしているわけだから、消費税収のうちの一部しか社会保障に使っていないことを驚かないでください。当たり前の話なんです。増税するのに言い訳として皆さんに社会保障に使うってことを言いまくっただけ、ただの詐欺です。でね、これをもうちょっと具体的に言うと、例えば消費税が始まった89年から2016年までの間で見てみます。消費税と法人税2つ、この2つで特化して、見た場合に言えることがある。消費税収の約 73% が法人税減税の穴埋めに使われていたと言える。これに納得いく人います。私は納得したくない、認められない。だってどうして一部の人たちだけに得をさせるためにみんなから絞り取るんですか。そんなのフェアじゃないでしょ。
でもこれがどうしても行われるんです。その理由は何か、選挙ですよ。国会議員にバッジをつけるのに一生懸命になる人たちがいる。一部の資本家大企業、こういう人たちは自分たちにとってのコストを下げたい。じゃあそういう者たちにとってのコストって何ですか。払うべき税金です。働くあなたです。簡単に言えばこの2つがコストですから、政治を通してこの2つをどんどん下がっていくようにする。消費税という間接税を使って自分たちには減税してもらって穴埋めをしてもらう。これによって儲けが増えますよね。そしてもう一つ、働くあなたの働き方を壊す。不安定にする。いつだって首切れる。安い値段で雇える。そんな働き方、非正規はこの国の4割にまで達してる。簡単でしょ。考えてみれば、派遣労働、決まった仕事だけです。特別な仕事だけです、派遣が許されるのは。そう言ってスタートしたのが中曽根の時代。そこから最大限製造業以上まで開きましたよ、小泉の時代に。誰が中抜きしてるんですか。誰が中抜きされてるんですか。誰が得をして誰が損をしている。それを考えたときに、誰のための政治が行われているか。この税金の取り方を歪めたということと、労働環境を破壊していくということが誰のためにプラスになるのか、誰のための政治が行われてきたかが分かりやすい話ですね。組織票をまとめます。常日頃から政治献金で応援します。落選した時には就職先を斡旋します。そんな形で国会に送り込まれた者たちが議会の半分以上になれば、どんなルールだって変えられて、どんなルールだって作れる。それで25年間以上この国弱らせ続けてきたんです。ありえない話でしょ。この消費税やめたら一体どうなるか。社会保障が不安定になるじゃないか。ごめんなさい、それ違いますから。そもそも先ほど言った通り、消費税収の一部しか社会保障には流れていない。逆に言えばこれをやめる方が日本の景気は回復していくんですよ。消費に対して、あなたが物を買うという行為に対してブレーキかけてきたのが消費税ですもんね。消費税上がるたびに消費は落ち込む。消費が落ち込めば所得も落ち込む。当たり前。あなたが使ってくれた1000円はどこに行く。物を買ったお店の人の従業員の給料になる。そのお店で買った商品を作ったその先にまでお金が流れる。あなたの消費は誰かの所得に循環をしていくという形。消費が減れば所得が減る。当たり前の話でしょ。どれぐらい減ったと思います。この25年で高い所得から低い所得まで全て並べた真ん中の値、所得の中央値、この25年で108万円低下してる。みんな貧乏なってんです。一方で勝ち続けてる人たちがいる。どうして。政治をちゃんとコントロールしてるから。人々の側は 50% が投票を諦めて、これすでに勝負ありなんです。この国を動かす力を持っているのはこの国に生きる人々。それはどんなに大金持ちでも1票、そしてワーキングプア、年収200万円周辺でも1票、同じ1票を持ってるけれども、 50% が捨ててしまえば、票をまとめるのが上手い人たちがこの社会のルールを決めていく。あまりにもありえないような話かもしれないけれども、実際にそのように動いてきた。結果どうなったか。物が売れないんです。消費にブレーキがかかっちゃって、物が売れなければ所得も減る。さらに所得が減った段階で、さらに物が買わないというブレーキがかかる。事業者、企業はこれ売上落ちちゃうんですね。売上が落ちたらどうなるか。売上が落ちたら当然給料を減らしたり首を切る。それによって収入を減らす者、仕事を失う者、さらに物を買う力を失う人々。そんな25年の負のループから出れてないんですよ。ずっと明らかに政策の間違い、それを重ね続けてきた。景気が悪い国の中で消費税を上げるってやってきた国あるんですか。ございません。どうして上げないんですか。日本みたいになるからです。景気が悪くなりそうなとき、景気が悪いときには消費税的なものは減税するのが当たり前。当然でしょ。社会にお金が回るようにしなきゃいけないんだから。このコロナの中でも消費税減税は50カ国以上で行われている。日本はその減税すら行わない。もう決まってんですよ。ごめんなさい。
皆さんのこと眼中に入ってない。眼中に入ってんのは金くれる人、票をくれる人のみ。こんな政治がこのまま続けば、国は形として残るけど中に生きてる人たち倒れますよ。今回の物価高、どれぐらいのインパクトがこの先この国に襲うか。消費税が 3% 新たに増税されるぐらいの勢いがありますよ。そうなったらどうなる。中小零細倒れる。生活者も首が絞まる。今よりもこれまでよりも不況が深まって、希望も何もないような社会になっちゃう。だから絶対に今政治を動かさなきゃダメな時なんです。逆に言えばチャンスですね。毎日が投票日。今とんでもないこのような政治にお灸を据える、これだけ大きなチャンス今目の前にあるんですから、どうかその先頭に立たせていただきたい。あなたたち令和新選組、消費税をやめるっつったって700人いる国会議員のうちの5人しかいないじゃない。それでどうやって消費税やめるっていうの。そういう方いらっしゃいます。でも違います。2019年、山本太郎が一人で旗揚げをした令和新選組、その時に掲げた政策は消費税の廃止でした。これを笑ったのが永田町。バカなんじゃないの山本。消費税なんて別にもうみんな30年以上払ってるものだから、今さら下げるのうんぬんつったってみんな反応するはずない。センスないねあいつ、みたいなことで笑われたんです。でも見てみて、この参議院選どうなってますか。自民党と公明党以外は軒並み消費税減税を訴えている。つまりは何か、たとえ小さくてもやれることがある、突破する力があれば風穴開く、そこから影響を及ぼせる。この経済停滞25年、地盤沈下して底が抜けた社会に対して消費税は廃止にすべき、その手前での減税は絶対、この訴えは浸透していくんですよ。どうかこのまま私たちに消費税廃止の先頭に立たせていただきたい。そのためには1議席でも多く私たちに与えていただきたいんです。あなた一人の票をいただけるというだけでもこれは大感激、ありがたいことです。でもその1議席1票だけではこれは広がりがなかなか作れない。どうか横に周りにどうか広めていただきたいんです。1議席でも多く国会のリズムに合わさず、ならぬものはならぬ、今必要なものはこれだと筋を通せるものたちを一人でも多く皆さんに送り込んでいただくために、どうかお力を貸していただけないでしょうか。その先頭に立つのが令和新選組、令和新選組でございます。1枚目の投票用紙にはどうか山本太郎、山本太郎とお書きいただきたい。そして2枚目の投票用紙は全国どこからでも比例令和、令和とお書きください。よろしくお願いいたします。